リボルタ GT イソとは、かつて、イタリアに存在した自動車メーカーである。1939年、ジェノバにおいて創業。イソサーモスという社名で冷蔵庫や、暖房器具などを製造していた。これを、実業家のレンツォ・リボルタが買収し、第二次世界大戦中の1942年に、空襲を避けて、ブレスソへ疎開した。終戦後他社のライセンスを買い取って、 スクーターを生産、販売したがすぐに自主設計のモデルへと変更し、1948年に 125cc のダブルピストン方式の2サイクルエンジンを搭載したイソスクーターを発売した。またより大排気量のエンジンを搭載したバイクや荷物の積載能力を高めた、いわゆるオート三輪の生産、販売も1950年代から行った。 1952年には初の四輪車であり、有名なミニカーであるイセッタのプロトタイプを発表、翌年の1953年4月に開催された鳥のショーから販売を開始した。デザインが従来の小型車とかけ離れてデザインであったことや、価格が購買層の財力に合致しないなどのいくつかの問題点を抱えて1954年から1956年の 間に1500台を販売したところで早々に生産が打ち切られたが、リセッタそのものは先進的な技術を盛り込んだ意欲的な車であり、この超小型車の先進性に目をつけた各企業が欧州各国やブラジルでライセンス生産されるようになった。特にドイツの BMW が約13万台も生産した BMW リセッタが有名である。百六十二年には、 社長自身の名を冠した本格的高級 GT、カー、リボルタ GT を発表、スーパースポーツカー生産へ参入した。リボルタは、シボレーのエンジン、ジョットビッツァッリーに設計のシャシー、ジョルジェット、ジュージアーロ設計のボディを持つ、高品質高性能車で、同時期にこの市場に参入したランボルギーニと共に、市場の一角を獲得した。1966年に、 レンツォが急死、当時25歳だった息子のピエロ・リボルタが継承、グリホ、フィディア、レーデといったモデルを投入した。7リッターのグリホ・キャン・アムは一時世界最速を誇り、フィディアも4ドアのスーパースポーツとして、独自の市場を開拓した。しかし経営は、次第に、下り坂となり、生産台数も1973年122台、1974年には、 オイルショックによる販売不振で45台に低下、アメリカの投資グループに買い取られ経営再建を目指したものの1974年末に倒産、1975年に自動車製造から撤退した。1990年代に入り、ピエロ・リボルタは自動車業界への復帰を目指して、グリホのニューモデルを発表したが、実車販売には至らなかった。 他の多くのイタリア企業と同様モータースポーツにも興味を持ち、急いセッタはミッテミリアに出場して好成績を残した。1973年にはタバコ会社のフィリップ・モリスと共同でフランク・ウィリアムズの F1 チームに出資、名称をイソマール・ボロ・カイ1チームとした。当初は1972年にウィリアムズが用いていた。 ポリトーイズ FX3 の改良系を走らせたが、やがて独自設計のイソマールボロ IR へと変更した。結局、イソマールボロは目立った成績を残すことなく、資金不足によって1975年限りで、海一から撤退した。ウィリアムズは、石王、ウォルター・ウルフの支援によって、海一活動を継続したが、このチーム後に、ウォルター・ウルフレーシングとなり、ウィリアムズは、 これと別に自身のチームを立ち上げた。ありがとうございます。